敵襲敵襲、係員配置につけ。そこは邪魔よ。戦闘メカザブングルとは、1982年から全50話が放映された、日本サンライズ制作、富野義行監督のロボットアニメである。西部劇のような荒涼とした世界に変貌した未来の地球で、主人公、ジロナモスを中心とした生命力あふれるキャラクターが、飛んだり跳ねたり暴れたりする冒険活劇だったのよん。小難しい理屈がいらねえ。痛快な作品ストーリーと魅力的なメカニズムにより、多くのアニメファンに愛された作品で、明るい富野作品ではトップクラスの人気を誇る作品なんどすえ。そうだそうだ、そうかもしんない。でもねでもね、企画当初は、宇宙でドンパチやるような作品だったもんざいもん。富野監督が監督になっていろいろ内容を変更したのだけれどもね。ザブングルのデザインだけはどうにもならず、ちぐはぐな面が出ちまったのは残念無念冷やそうめん。当時のクローバーの CM では、アイアンギアは宇宙空母なんて言ってるし、クローバーのザブングルのライフルもビームガンだったのでございます。どういうこと？アイアンギアは、主人公のジロニア艦長のエルチ、サンドラットのラグなどが拠点としたランドシップなのですよ。てか、家みたいなものなのよん。惑星空では最大級の戦闘力を誇る最新式のランドシップで、もともとは、エルチの父ちゃん、運び屋のキャリングカーゴが、ザブングルと共にイノセントから手に入れたランドシップ。間違ってもドゴスギアじゃないのだよん。そうなんですよ、川崎さん。その最大の特徴は、ウォーカーマシン携帯への変形機能を有していることでございます。格闘戦も可能なため、劇中でも敵のランドシップを圧倒したのでござんすよ。とはいえ、序盤ではたびたび変形に失敗してたもんざいもん。メカマンのことセットの頑張りやらなんやかんやで初めて変形に成功し、敵艦を圧倒せしめたのですよ。半端ねえ。でもでも、心臓の同型艦である、カラスカラスのグレタガリーと戦ってぶっ壊れたんで、そん時ダッシュしたグレタガリーの色を塗り替えを引っ越し、そのままグレタガリーが2代目のアイアンギアになり、故障も減って、ことセットも万々歳だったのでござんすよ。その通り。キットの値段は500円。1982年に発売されたキットだよん。マニアが言うところの万歳マークは正義の印。こびりついたセロハンテープは、パーツを盗んだりいたずらするが近所対策として、当時の店主がブツブツ言いながら貼ったものなのでありんすよ。特に、細かいパーツや壊れやすい関節なんかは狙われやすく。またやられた。畜生め。なんて店主の叫び声を何度も聞いたものよのう。俺らもパーツの欠品には何度も泣かされたんで、買うときに、キットのパーツをチェックする癖がついちまったもんざいもん。買う前にパーツをチェックするのは当然の行為なのだけど、たまに、仕入れたときに紐で縛ったから大丈夫。なんつって、譲らないじいさんばあさんもいたものなのよ、こんちくしょう。恐ろしいことに、こんなじいさんばあさんがやってる店が、今でも生き残っているのだよん。去年の暮れに行ったのねん。キットは、ウォーカーマシン携帯に特化した仕様なのでして、小スケールのザブングルがついてるのが嬉しかったものですよん。ところがどっこい、武器もつかねえ、関節もろくに稼働しねえ、テアウィングなどなど、形状がいやあんな部分がたんとあるという、いわゆる、出来の悪いキットだったんだい。しかーし、こんな出来の悪いキットほど、モデラーにとっては美味しい素材だったわけなのよ。うちの動画を最初から見てくださってる方々はわかっているとは思うけど、いわゆる、出来の悪いキットってのは、モデラーが言う場合は最高の褒め言葉なのですよん。例えるなら、アンコウでもクエでも、グロい部分ほど鍋にすると美味しいパティーン。ハイグレードやマスターグレード、出来が良いのは嬉しいけども、モデラーとしてはやることがなくってつまんねえ。美味しいもんでも、そればかり食べてると飽きてくるのは当然のこと。出来の悪いキットをいじくってるから記憶に残るわけでして、いい歳こいてもたびたび作りたくなるのは、もう、脳に刻まれちまってるからかもしんないのですよ。わけわかめ。何それ怖い。当時としては、やはり、ランドシップ携帯に改造するのが流行りだったもんざいもん。でもねえ、腰の変形ギミックがすんげえ難解だったのよねえ。俺のガチで改造に挑戦したやつは、みんな失敗して仲良くゴミになりやした。モデラーならば、最後は燃やして成仏させてやるのも当然の行為なのでござんすよ。はい。本気にするなよ。